福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを、打順は1番に返ります。バッター秋山、さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル、ノーボールワンストライクです。いい当たり、セカンド取った、二塁アウト、サードランナーホームイン、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。ホークス1点追加します。アウトの間に得点。バッターボックスは8番茂木、今日はまだ当たりがありません。ホークスこの回7人目のバッターに真ん中打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、宮崎が掴んで3アウトです。打順は1番に返ります。バッター藤井、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。サード取った、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点で勝ち。